アース王子さん46億歳。僕の元へ。おいおい、マントル坊主、起きや。お話やんねん。え、ほら起きや。アースおじさんやんか。わしのファンやろ。アースおじさん。あ、おじさん地球みたいだ。そらそや、地球やもん。あんな神様に粘土で体作ってもろてん。うわー、地球だ。夢みたいだ。ふん、せやろな。わし地球やもん。いいリアクションやな。ふふん。どこだっけ。あ、あった。ねえ見て、僕地球大好きなんだ。おお、わしの写真集やん。サインしたるで。これね、毎日読んでるんだよ。あー、懐かしい写真やな。これな、どう言ってバーンしてやれ、ぐるぐるして、ほんで生まれてん。しかしセキュララやな。中華丸見えやれ。これ恥ずかしなるな。本当に夢みたいだ。いきなりサイン会や。さすがわしやな、注目の的やもん。あんな、わしなお絵かきも得意やねんで。ここに来るまでいろいろあってん。うわー、いろいろ。いろいろって何？教えて。おまわりさんがな、わしの話聞きたがるねん。ええ人やで。署にも行ったんやで。いいなぁ。ほんまにええとこやった。ねえねえ、もっとお話聞かせて。うん、ええよ。あとな、服も作ってん。自分で作ったんやで。見てみ。おしゃれ。こうしてアースおじさんは僕の家にやってきました。どんなお話になるのかな。おしまい。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ポチー。